ハロー YouTube ババです本日も YouTube やっていきます今日はね睡眠についてお話しさせていただこうと思っております、ね、僕のね永遠の課題でもあるんですけどちょっとねだからね睡眠を極めたいなというところでいろんな本も漁ったり、ね、いろんなデータも見たりしているわけなんですけども まあその睡眠についていろいろね僕の考察も含めてお話ししてきたらいいのかなと思っている感じでございます。睡眠ってねやっぱ大ですよね。いやねかの有名なナポレオン・ボナパルトはね睡眠時間短時間でね3時間睡眠ですよというね感じでビクトリーロードみたいな感じであるかと思うんですけどもなかなかねその天才たちまあね短時間睡眠 の方々もいますね僕はねまあ普通なんでやっぱりちゃんと8時間はねしっかり寝らないともう翌日にかなりねあダメージがきますね。もうねな、うん、なかなか チーンした状態になりますね。そんな感じで、ちょっとね、そこの対策とかも含めてですね、睡眠の質を高めるためにはどうすればいいのかっていうところをね、今日お話しさせていただこうと思っております。ね、僕も課題になりますので、皆様と一緒にね、あの問題解決できたらいいのかなと思っている次第でございます。皆様、最後までご視聴のほど何卒よろしくお願いいたします。 皆様、チャンネル登録よろしくお願いいたしますね。お友達の皆様、夏目をぜひともよろしくお伝えくださいませ。普段はね、あの、まあ、株式投資とかね、えー、世界情勢のお話とかもさせていただいておる感じでございます。時たまにね、こういったね、えー、健康であったりね、フィジカル的なこともお話さしせしていただこうという感じで思っております。それでは、よろしくお願いいたします。毎日 YouTube を配信しております。はい、それでいきます。 ね、睡眠はということでございまして、その前にね、やっぱりね、気持ちいいんですね、今日ね。うん。ジムに行ってきた。 あの3ヶ月ぶりですよ、3月頭に行ったぶりに、えー、行ってきました、3ヶ月ぶりぐらいですね、いややっぱりジム行かないときついですね、4キロ、このベスト体重の4キログラムぐらいオーバーしておりました、ちょっとこれもね、また引き締めるというか、鍛えていくのにもね、なかなか難儀な作業になりますね、まあ、日々の積み重ねが必要ということもありますけども、ちょっと日々ね、頑張っていきたいと思っております、はい、今ジムね、体を動かしてね、睡眠の質も高めていきたいですね。 という感じでございまして、まあ、睡眠はねちょっと何が大事かっていうのがね、まあ、3つぐらいあるんですね。一、まあ、つ目がですねそのノンレム睡眠っねいう、ね、1960年ぐらいに、ね、見つかったっていう睡眠にはサイクルがあるんですよっていうようなそんなのがあります。あと、ね、まあ、睡眠はその温度は体温を上げて下げてという作業が必要ということもありましてですねそれが2番目ですね。これが結構重要なことになります。 体温を上げて下げるっていう作業がね、あの寝る前に必要なということでございますね。3番目にですね、まあ、このね、寝る時のね、寝る前に、えー、交感神経をあまり刺激せずに副交感神経状態にしましょうということですね。まあ、スマホをを見ないとかね脳を使うし 仕事とかね。脳を使うことをしないということが大事になってくる感じが出ますね。まあ、30分前とか90分前とかっていう感じでございますでしょうか？そういったところをお話しさせていただこうと思います。まあね、短時間で睡眠がね。可能な方もいますよねの中、あるいは遺伝で決まっているみたいでございまして。竹を操作っていうかね。そんな感じの方はですね。寝なくても大丈夫。1時間睡眠とかね。そんな感じでもいけるっていう感じの方もいますけどもね。さっきも言ったね。ね ナポレオンボナパルトを、ね、帝国の、ね、帝王もです、ね、3時間睡眠でガンガンやっていったということもありますけどもアメリカの、ね、CEO とか、ね、すごく短時間睡眠っていうのも聞,き聞いたことがありますバ、ね、バリバリやってるんでしょうね。 はい、だけどね、まあ、一般的にはですねやっぱり睡眠時間は、ね、やっぱ8時間ぐらい欲しいですよね、まあ、そのなかなかね、うん、そういうところでもありますけども、うん、普通の人がね、やっぱりその睡眠時間を短時間にしようとすると、無理がかかってね、睡眠負債っていうのはどんどん溜まっていきます。それが溜まるととやっっぱりねねちょっとね 身体的にも悪いし、仕事の効率も落ちるし、ということで判断力も鈍るというか、ですねやっぱり非常に危険な状態に陥りかねないというところでございますね。フランス人は、ね、8.7時間ぐらい平均で寝ているみたいでございますね。日本人は、ね、その平均的に6.5時間というね、結構なあの寝れない,寝寝ない国というか、ですね、まあ、働きすぎなんでしょうかね、まあ、その働きすぎだ,だけあって、まあねまあ、日本の GDP はすごく高いから、まあ、それはいいことではございますでしょうか。 けれども、ただねやっぱりその健康がね大事になってきますからですね、えー、今後まあね睡眠はしっかりとっていきたいねということもありますけどもねそういったところでお話ししていただこうと思いますまずねその一つ目ですね、えー、まあ、ノンレム睡眠っていうのがね睡眠には周期がありますよというのがね1960年あたりにねあの見つかりましたねレム睡眠とノンレム睡眠ってねこう二つがありましてですねレム睡眠っていうのはねあの 眼球が高速に動いている状態っていうことを見たいですね。眼球が絶えず動いている、ねまあ。眠りの浅い状態という感じでございますね。そしてノンレム睡眠というのが深い睡眠でございますね。眼球が止まっている状態でございますね。はい。ということでございまして、最初のですね、90分が眠りについて、最初の90分が非常に大事でございますね。これが一番濃ゆい睡眠。 質の高い睡眠をするためにはこの90分が大事なんですね。この時間帯にあの間違ってもその眠られている方を起こしてはダメですね。非常に残酷な定定になっております。<laughs> まこの90分をやっぱりね。 密の濃い睡眠時間に睡眠の質にするために非常に大事なんですね。この90分、最初の90分が大事ということでございます。ロンレムのですね。はい。ということで、このね、そのどう、この90分を充実させるかっていうのを、この2番、3番でお話しさせていただこうと思います。はい。重要なところですね。どうやっていけばいいのかなと。ねそういってもね。 でまあ、2番目、そういうことで、まあ、セミは体温の上げ下げが必要だということでございまして、基本的にね、やっぱりね、湯船に浸かるってことなんですね、90分前にお風呂に入りましょうと、で15分ぐらい、湯船に浸かって、えー、芯から温まるってことが大事なんですね。芯部部をを温めて、えー、皮膚とかの、ね、外部を、あのーと 深部と外部の温度差をちょっと、えー、縮めていくというような作業が必要なんですね。えー、そのやっぱり手足が、ね、お風呂入ったら暖かくなりますよね。あっこから熱を放出してるんですね。そうしてあのその上げて下げるというような作業がなるんですね。その暖かいお風呂に90分前に入るということでございましてですねそれがなっていくということでそれが縮まっていくんですね。 でまああのうんまあだからその寝る前にね靴下とかをしてしまうとその熱が逃げてしまうからですねあのなかなかねその逃,げ逃げないからですねあの靴下とかは NG ですね、まあ、手足をこう解放してあの温度を逃がしていくってことが大事になってきますはい。これであのそのね えその深部とえその皮膚の温度がなんか縮まった状態の時に睡眠が太ってくるというわけなんですね。まあ、この人間の不思議というところがそこにあっておりましてで次にですね、まあ、あの大事になってくるのが3番目そのですね、えー、寝る前にあのねスマホとか。 ゲームとかというものを避けましょうということでありますね脳を使わないっていうことが大事でございます。えー、まあ 交感神経ね、昼間ね、あのバリバリ仕事しているというか、それが交感神経状態ですね、刺激的な日常というかね、大事でございますね。で、副交感神経っていうのがね、あのちょっとね、リラックスしている時間ですね、まあ、寝る前には、その副交感神経で、あのリラックスしているムードが必要なんだというところでございますね、ロマンチックみたいなですね、そんな感じでございます。まあ、興奮しない状態に持っていくということが大事でございますね。 はい。ということが、睡眠には、睡眠の質を90分、ゴールデンタイムの90分を作るための2番と3番でございました。皆様ね、なかなかね、この睡眠っていうのをね、極めていくのはね、難しいです。あの習慣化しないといけないですね。ルーティーンを決めるということはまず大事でございます。睡眠の強化。 毎日何時何分に寝るっていうのも決めた方がいいというところでございますね。ルーティン化してしまうということが大事でございます。あの、この YouTube を僕撮っていたりもするのもこれ習慣化なんですね。えー、そういう僕習慣化っていうところはだいぶできてきたけど、この睡眠だけはね、まだね、なかなかね、ちょっとね、 うまくできてないいてきなだからこれがね課題でございますね非常に大事な課題だと思うだからね皆さんと共にねあのこの睡眠をね深くできるために人生をより豊かにするためにもですねちょっとあの取り組んでいきたいなと思っている次第でございますやっぱりねえー、脳の活性化した状態で一日目覚めてですね朝ね光を浴びてえー、ね 元気よくやっていきたいものでございますね。健康的にですね。人間の一生というのは短いです。でね、充実したものにするためにはですね、やっぱりね、うん、質の高い睡眠が必要なのかなという感じでございます。ちょっと頑張っていきたいところでございますね。はい、本日はね、今日睡眠についてお話しさせていただきました。はい、僕もね、ちょっとこれに、ね、非常に課題にしていますので、本当にね、取り組んでいこうと思っております。はい 1>, まあ1ヶ月後がね楽しみですね。今日からやっていきたいですね。今日からやっていこう。うんね、YouTube を早い時間帯にとってね。ということで、なかなか、ね、いろいろね仕事もあったりするから、なかなか難しい部分があるけど、頑張っていこうと思う。ちょっと頑張っていこう。そういう感じでございます。はい。皆様、チャンネル登録よろしくお願いします、ね。この丸いボタンを押していただくと、チャンネル登録のボタンがポンと。 ポンとポップアップしていきます。すごいですよ、ね、このポーンと視覚効果がね、チャンネル登録が出てきますので、よろしくお願いいたします、チャンネル登録を。はい、本日は以上でございます。ありがとうございます。